どうもどうも、渡辺博士です。斎藤健一さんの博司ネタやろうと思ったけど、絶対滑るからやめた、渡辺博士です。今回はずっと気になっていたことがある。ねえみんな、なぜ僕はこんなに人気がないんだい前回の京介の動画コメント見たけど、博司やってくださいってコメント、一個もなかったんだけど弱子がくだらねえ歌歌う動画には、めっちゃ店長店長言われてたから、あー僕も言われるんだろうなーと期待していたのに、ゼロって一個ぐらいやってもいいんじゃないのー 主人公だよ、僕。広章日記とか、広章日記ラジオとか、広新ネタとか、バリバリに名前使われてるのに、なんでこんなに人気ないのままあ、確かに、ただのどこにでもいそうな白い棒人間だけど、あのナルシアロに負けたのが悔しいんだよねまあここだけの話、素直に言うよ。店長は、かっこいいと思う。で、そのかっこよさは、うんこを漏らしたことにより、総裁されたはずだ。彼のうんこによってイケメンは破壊されたのだよ 何を言ってるかわからないって。僕もだよ。